プリンセス・ブライドは、ウィリアム・ゴールドマン作の長編小説である。1973年にハーコート社から出版された。エス・モーゲンスターン・チョ、プリンセス・ブライドという架空の小説に関して話が進められる、典型的なメタフィクションである。日本語訳は1986年に、早川書房から刊行された。作中の登場人物は、ウィリアム・ゴールドマンやその妻子である。 作中のゴールドマンは、ヨーロッパの小国フローリン国に自を持つ作家である。彼は、少年時代、同郷の大作家ス・モーゲンスターンの、プリンセスブライドを父に読み聞かせられて、以来、読書に目覚め、長じては作家になった。大人になった、彼がある時、プリンセスブライドを読んでみると、この作品が記憶にあるほど面白くはないことに気づく。かつての父は、 面白いところだけをカイツマンで読み聞かせてくれていたので、ある。そこで、ゴールドマンは、かつての愛読書の面白さを世に知らしめるため、プリンセスブライドを、現代人向け娯楽短縮版にリライトして復刻する、ことを目論み、出版社に話を通す。それ以降の本文は、ゴールドマン版、プリンセスブライドそのものである。作中作、プリンセスブライドは、中世のフローリン国を舞台にし、 恋愛、活劇、風刺など多彩な要素を盛り込んだ歴史ファンタジー小説である。ただし風刺の部分はゴールドマン版では大幅に削られている。削除箇所には代わりにゴールドマンのコメントが挿入される。作中作がフィクションであることは明示されているが、実はフローリン国 S ・モーゲンスターンオリジナル版プリンセスブライド自体ゴールドマンの来歴や 家族構成といった第一層の事物も架空のものである。1987年にロブライナー監督により映画化された。現代は小説版と同じザ・プリンセス・ブライドで、放題はプリンセス・ブライド・ストーリー。脚本はウィリアム・ゴールドマン自身が担当し、祖父が病気の孫にこの小説を読んであげるという形式で物語が進行する。ありがとうございます。